私の記憶について考えていたのだ。この記憶、おそらく私のものではない。覚えはあるのだが、実感が伴わぬからだ。これはおそらく、いや、今は何も言うまい。妖者に味方するやつは、御妖者。溶岩に触るなんて、よう頑張るな。あ、失礼しました。ダジャレ大会をやってたんです。気分を明るくしようと思って。我らの役目は、奪起の道を阻む勢力の抑止だ。目下、最大の火種は義と織田。義は一度、道館にて退けている。なれば、次に抑えるべきは織田か。妖者の出現を防ぐには星城へ向かう必要がある。奪起の言を受けて馬長らは蜀の都成都に軍を向けた。星城へ至るには蜀と徳川の領地を通らねばならない。そのための協力を得ようと考えたのである。蜀の主劉備と徳川家の当主家康は共に仁君として名高い。事情を明かせば聞き入れてくれると思われた。しかしことは簡単に運ばなかった。傭兵館に差し掛かったところで張飛、本多忠勝をはじめとする蜀徳川の猛将たちが立ちふさがったのである。劉備殿に直訴できればと思ったが道を塞がれたな。我らが奪起に協力していると知られたようだ。欲得が相手か。ならば言葉より武で語った方が早かろう。いざ兄者のもとまで押し通らん。張飛、張雲、本多忠勝、名だたる豪傑が勢揃いかよ。面白え。やってやんぜ。関雲長が義の刃。ふん、奪起に下ると見下げ果てたぜ兄者。いや、関羽、張飛様が叩き切ってやるから覚悟しやがれ。いつぞや聞いたような物言いだな。言い訳はすまいぞ、欲得。すべてはこの刃で語ろう。遠慮はいらぬ。かかってまいれ。二手に分かれ、傭兵館を目指すのだ。策なんざいらねえ。正面から当たってぶち破れ。張飛殿はあのように敵は関羽殿、打てる手は打っておきましょう。承知。弓兵、今です。敵ながら見事なものですね。少々の武勇に頼りきってもいられません。援軍を要請しましょう。雪村殿、あなたもなのか。よもや妖術に任されてこの雪村の槍が不撃の槍か否か、独身行くまで受けていただこう。
これでは進軍もままならん。彼らは自分にしてダッキと共にいるのか。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやすい。関羽殿をはじめ名だたる優勝が相手、援軍は多いのでよいでしょう。私の知略に勝てるとお思いか。なれ連戦を奪いなよ。殿に報告しなければ。やったか。行くぞ、敵本陣へ突き進むのだ。新軍路が確保できたようだ。我らも進むぞ。主の名義を。相変わらず面倒無用ですな、旦那。ここは引く。落石が止まったか。よし、進軍を再開する。戦はなれば獲物で語り合うが作法。入られよ、関羽。それは礼を尽くすとしよう。真面目なんかな。このまま色、俺が進めるわけにはいかねえ。
い。行くぜ兄者。じゃねえ、カン。手加減は無用ぞ、よくとく。やるじゃねえか。しゃねえ、話を聞いてやら。義を貫き進むのみ。ちっ、やっぱり兄者にはかなわねえ。負けたからには話を聞いてやら。まずは武にて信念を受けたままった。次は言葉にて説明を伺おう。うん、我らがダッキについた理由だが、未来から来られたとは信じがたい話ですが、関羽殿の言ならば信じよう。次に不穏なる動き、ダッキの背後をつかんとしておるとか。先にそちらを抑えねば危ういかと。よくわかんねえが、要するに敵は武田と上杉ってことだな。ああ、だからか、あの二人が張り切ってやがるな。あの時私のこと騙してたわけ？それは九州での話かい？私は騙したつもりなんてないよ。私なりに幼者への対抗手段を考えていてね。あの時は君を守ることが最善だと思ったんだ。お隣さんって腹黒いから信用できないのよ。おまけにアキレウスさんは扱いにくいし。オリンポスの神々にもこの俺は扱えん。でもあの戦いがあったから今の世界があるってこと忘れないでよね。